はい、皆さんこんにちは。こんばんは。おうちアウトドア特集ということで、おうちで楽しむ手軽なアウトドア、第1弾は、家で、インスタントラーメンを作る水野真紀です。それでは始めたいと思います。メガホン行った時に食べたね。そうだね、出前一丁ね。出前一丁、懐かしいから、はい、用意するもの、アウトドア用の鍋ね。それから、シングルバーナーコンパクトストーブです、これはカセットコンロ用 のボンベをねカバーしてますけど、これを、繋いで、火を起こすと、そこでできたら焚き火とかでもいいですし、まあ、他にもホワイトガソリンとかガソリン、まあ、普通のストーブで使うの灯油なんかもね使えます。はい、それでは早速水を、お湯にしていきますので、できるだけアウトドアの、用品を使うのがいいのですけども、まあ、お家なのでね何でもできます。はい、これを乗せて、1個につき500ぐらい入れなかな。でも鍋がちっちゃいからね。じゃあ1個に1個にしようか。はい、これを蓋をして、手元も取らなあかんね。はい、それではガスをひねって、はい、大丈夫です。はい、結構な火力で火が燃えております。はい、それでは、日清の出前一丁、これを使って調理をしてまいります。調理って一応ね、ラーメンだけじゃなくて、オプションがついていて、これ割っていいですか。卵をね3つくらいにね、こう黒ごと割ったので、実家の冷凍庫に入っていたわかめをね使います。私わかめいらん。わかめを後から乗せる。後でいる人だけいるよ。はい、もう入ってますな。はい、2、3、はい、下がりました。お箸を使って、一人だとね、この鍋で作ってそのまま食べるというのもね、大学の下宿時代から、どんぶりを使わずに鍋だけでね、作って食べる、ね、これがアウトドアスタイルです。ちょっと蓋をしてある程度ほぐれてから入れますよ。で、生卵をね入れる前にちゃんとスープを入れないといけないので、よくぼんやりしてるとカップ麺の焼きそば作るときにねソースも具も全部入れてお湯入れる人が結構おるんですけど、何回かやったことありますけどね。残念やね、うん、まあでもね、焼きそばをいいソーススープ入れますよ、はいはい、ソースを入れてスープ焼きそばっていうね新しい食べ方だと思ってわざわざ配信するほどのこともないけどね、うんうん、ね。はい、でここで卵を割り込んで、割り込んでよ、蓋をして、肉も参加してんの。はい、この出前一丁はね、オーストラリア、ニュージーランドでもよくお世話になったんですけど、香港バージョンがあるんです。香港バージョン、ね、ちょっと待ってもらって、香港バージョンはね、5種類ぐらいバージョンがあって、豚骨味とかカレー味とか、パッケージの色もね、オレンジだけじゃなくてね、紫やら緑やら茶色やら、味によって違う、ね、うんうん、全部ね試しましたけど、さすがに日本では手に入らないというね。奈良坊行った時はね、何にも食べてなかった、はい、奈良坊いうのはオーストラリアの砂漠の平原なんですけど、うん、1200キロ東西にわたって、うん、オーストラリアの走って横断する時に、うん、一番の難所だったんですけどね。奈良坊平原っていうね、丸々、そうそう、1ヶ月かけて横断して、そこへ天球ピンポンっていうね、ピアピのバンドのメンバー3人が、シュガーさんとゴローさんっていうね男性2人を交えて、突如自分も知らされないまま、現れたその矢先に、あの時ね、本当、何も食べなくて来たから、そうそう、オーストラリアはしかも物価が高くって、コーラ1本400円とか、
すごいよね。マクドナルドのセットが1000円だったね。びっくりするお値段でしたね。食べずに行って飲んで、その時に食べたのがこの出前一丁なんですね。はい、ちょっとこれ近づけて細かくね、あ、湯気でレンズが曇る。もうできましたかね。はい、もういけますな。お腹すいた言うてるね。お腹すいたね。これまた折れそうやね。はい、火を通して、これで卵は、あ、まだ火ついてたの。はい、これで、はい、出来上がり。ふりくん来たよ。はい、わかめをちょっと足して、ここへ入れて、はい、自分であの、私わかめいらないです。はい、いらない、はい、自分で。そうね、おいしそうね。はい、どうぞ。はい、ありがとう。これがシェラカップです。これはもう私が20代の頃からね、20歳の頃に買ったのかな。ね、アメリカ横断、オーストラリア、自転車の旅でもランニングの旅でもね、使いましたのでね。ハリ君は食べられへんねん、これ。ね、これ見てて。あなたはささみもらえないか。食べられへんねん。ささみをもらってください。いい伸び加減や。久しぶりのラーメン。そうやね。フォークで食べた方が美味しいかもしれない。ちょっとあのワイルドな感じがする。ワン、ツー、スリー、フォー。どこで撮らんと。卵の白身が鍋の底に張り付いてみたい。はい、それでは鍋が空になったということで、今日の日清出前一丁の作り方講座ではなくて、お家で楽しむ、インドアで楽しむアウトドアクッキングの時間を終了いたします。それではまた。